テルチェックアウトして次のホテルまでボルトで向かいます。あっという間に捕まりましたね。料金が66ドルでした。はい、ボルトでちょっと違うとこ着いたんですけど、まあすぐ目の前でしたね。はい、ケープラチャーホテルです。ここから5泊します。目の前にねマックスバイデとかあるんで便利ですよ。はい、サリカープ。いやー、外はね30度は超えてますね。ただね今ね、今日は7月7日でしたっけね。7日ですね。あの静岡で40度を記録したそうで、それから比べると多分天国のような涼しさではないかと思います。はい、チェックインしてもらおうと思います。はい、それじゃね、ケープラチャーホテルです。タワー2の10階29号室ですね。はい、こんな感じです。あのサービスアパートメントなんでね、はい、キッチンとかもありますね。フレンチとキッチン、から大きめの冷蔵庫があります。中は水が2本入ってましたね。冷凍庫がいいですね。長期滞在向けだと思いますよ。鍋とか揃ってまして、部屋は広々、キングサイズのベッドときちんとした、カウチがありますね。そしてちょっと古めだと思うんですけど、ね、テレビがあります。テーブルもありますね。はい、こちらにはデスクがあります。 YouTube の編集も楽々できますね。はい、これは開くのかな。あー、開きますね。はい、クローゼット広々です。長期滞在向けですね。これもそしてバルコニー。特に眺めがいいわけじゃないですけれどもね。はい、灰皿がきちんと置いてあります。はい、水回りですね。あとバスタブがあります。そして部屋が見える作りですね。そして横にはトイレ、シンクもきちんとしてます。まあちょっと古めですけれども、まあ綺麗ですね。はい、一通り揃ってはいると思います。以上で。はい、そんなに大きくないですけどね。プールありますね。はい、椅子は完全な屋外に一つと、屋根下にもねあります。そして灰皿がありますね。プールサイドで吸えるという。はい、まああと蛇口がありますね。小さいですけど。はい、シャワーもある。まあまあいいんじゃないですかね。人が混んでなければ快適なようになります。はい、昼はねあまりにも暑いのでこちらにしました。クリスピーポークですね。カリカリ豚のガパオ、それからこちらはカリカリ豚のケール炒めです。これはねラインマンというデリバリーのソフトで頼みまして、一応ね、辛くしないでね、あ、辛さ控えめでって頼んだんですけど、果たして食べてどうか。いただきます。はい、ビュッフェの朝食をね取ってきました。うん、いいですね。はい、日本食も充実してます。今回はあんま取らなかったですけど、じゃあいただきます。はい、それではね、昼間あんまり出かけないホテルでの、お沈没のさながでのティータイムです。紅茶ですね。これは無料のものです。そしてユーロケーキ。これはホテルのすぐ目の前のマックスバリューで買いました。これはね、ロビンソンで買ったグミです。結構美味しいですね。はい、じゃあいただきます。はい、今日も今日って言ってね、夕ご飯はデリバリーにします。もうね、出るのがめんどくさいので。もうデリバリーに頼りっぱなしですね。
LINE マンというアプリを使ってます。で、支払いがね、LINE Pay になるんですね。アカウントも LINE と連携できます。タイならではって感じですかね。はい。ハロー。Yeah. Okay, thank you. Bye bye.はい、というわけでね、受け取りましたね。今ちょっとホテルの中までね来れないみたいなんで、出口まで行きましたというわけで、持ち帰ります。はい、アプリでねレーティングもつけられますし、チップも渡せます。はい、じゃあ頼んだのはこの2つですね。シーフードのカレー炒め、タレーパッポンカレーです。これはイカのナンプラー炒めで、まぁ、ちょっとタイ語でなんていうかわかんないですね。はい。あと、スープがついてきました。いただきます。はい。3日目の朝です。シラチャーカーをお送りしています。目の前のこれがね、ホテルなんですけれども、ホテルの目の前の、ランドリー屋さんに来てますね。まあ、歩いて3、4分って感じですかね。涼しいうちに洗濯したいと思います。ここを洗濯屋で、自分で、洗剤は買って、それで投入するタイプです。そしてね、両替機もあるんですけど、両替して出てくるのはこのトークンですね。なんで100バーツとかドカッてやっちゃうとトークンが手元に残ります。細かく両替した方がいいと思います。はい、シラチャのホテルですので日本食なんかもありますね。だいぶ暴飲暴食してるので今朝は軽めでこんなのでいきたいと思います。はい、キキというですね、この辺では評判のチーズケーキのお店に来ました。涼しいうちに買っていきたいと思います。これがなんとかろうおじさんの、はい、チーズケーキ、それからタルトですね。はい、買って帰ってきました。では部屋入れて、はい、またデリバリー頼んでみました。昼ご飯は、カオマンガイ。こちらがカオマンガイトートでーす。デリバリーでね、カトラリー入れろっていう風に一応チェック入れたんだけれども、入ってませんでした。あるあるですね。はい、じゃあいただきます。はい、今ね、毎日毎日プールに入ってます。で、時間的には今夕方の4時半ぐらいですね。日が陰ってきたこのぐらいの時間がチャンスということですね。いや、このプール 1.7m まで結構深いんですね。一番深いところ、向こうの方は浅いんで途中でブラブラジャブジャブしてます。はい、はい、正式な名前は知りませんが林という、バミ屋さんに来てます。はい、これがメニューですね。日本語も書いてあります。店員さんね、さっきお姉さんに日本語喋れました。素晴らしい、さすがシラチャンズです。はい、ご飯物も多少あるそうですね。これがほぼ豚全部入りの、バミなんです。中華そばですね。はい、いただきます。シラチャー6日目ぐらいですね。日々何もしないシラチャー生活を送って、冒頭でね、あまり眺め良くないなって紹介したんですけども、
てください。一応海がちょっと見えてるんですね。パーシャルシービューですね。これはね、香港のチョンキンマンションなら堂々シービューと言ってしまう、そういうレベルになります。今朝はね、明け方から雨がものすごい降りまして、今ちょっとやんだところですけどね、まあ出かけないんであんまり関係ないんですけど、という感じで、出前を食べたり、コンビニやスーパーで物を買ったり、そんな感じでほとんどまともなレストランに行かずに1週間ほど過ぎました。いやでもこういう暮らしも快適ですよ、怠惰で、明日ですね、バンコク戻るんですね。じゃあこの辺で、シラチャー生活締めとさせていただきます。